皆さん、いつもチャンネルご覧いただきありがとうございます。ゴルフコーチ井上則博です。今回はですね、ではどうぞ。今回はですね、軸足、パワーソースにおけるバックスイングからダウンスイングの体の使い方、特に下半身の使い方についてお話をしていきたいと思います。で、前回の動画で、左の軸足、もしは右がパワーソースというテストの方法もお伝えしたんですけども、どちらかが皆さん当てはまっているかどうかで少し動きの意識を変える必要があります。で、まず左足がパワーソースだった方、アドレス取ります。で、バックスイングではまずできる限り左足の重心の負荷をあまり右に移すっていう意識はそこまでしない方が望ましいです。なので、バックスイングをした際にできる限り左の腰のポジション、ここをあまりこう流さないように、その場でバックスイングをするような感覚にしてみてください。そうすると左足の足全体である程度地面をこうキャッチしている状態が感覚としてあるので、この状態からダウンスイングを始めていってください。で、ダウンスイングに関してはですね、バックスイングをした時にここから必ず体を回していくんですけども、クラブヘッドを腰左に踏み込みながら引っ張ってくると、引っ張るという動きをちょっと意識してみてください。よくベタ足とかですね、そういう動きを皆さんされると思うんですけど、ベタ足というのは基本的には右がパワーソースの方の動きになってくるので気をつけてください。結構右足を重心乗っけとかなきゃいけないです。左がパワーソースの方は必ず左側をでクラブを引っ張って、そのまんまあとは回る、左側をパワーソースとして回るっていう風な形を取っていただくといいかなと思います。で、一方で右足がパワーソースだった方はバックスイングではまず、腰はあんまりスウェーはさせたくないんですけども、右足のこの内側、ここである程度張りを感じる、テンションを感じるようにパワーを貯めておく必要があります。で、この時注意したいのは、右膝が伸びて腰が後ろに伸びる、後ろに回るという行為はよくありません。しっかりと右足の内側でパワーを受け止めると、右足の裏で重心が踏んである、地面をキャッチしているという状態になるので、そこから切り返しをしていてください。で、そこからダウンスイングに入りますけども、インパクトの時には右足を蹴ると言いますが、右足を蹴るイメージでインパクトをしていくと、最後少し体が右に傾いて体が少し正面に残るような感覚でインパクトするようなダウンスイングになると思いますので、そういう感覚でスイングをしていくといいことをお勧めします。よくドラコンの選手とか、PGA の飛ばし屋の選手でも左足をこうやって引くような動きで、スイングを最後終わる選手もいますが、そういう方はどちらかというと右足を軸にしてこう回っているという状態です。なので、これを左足の軸の方がやってしまうと、それはスイングのエラーにつながってしまうので気をつけてください。もしその動きを左足がパワーソースの方がやってしまうと、ダウンスイングで早めに腰が浮いてきて、アーリーエクステンションといって腰の前傾が崩れてリリースが速くなって、こう詰まりの原因になってしまったりとか、ボールが捕まらない原因になってしまうので気をつけてみてください。しっかり腰の動きを区別するためにも、しっかり自分のパワーソースがどちらにあるのかによって、しっかりと情報を正しく得て、ぜひ練習に上達につなげてみてください。